今日はね、配信サイトからスカウトが来てて、打ち合わせが今日っすね。夕方だっけな。昼間なので放送できないんで、ちょっと運営さんと打ち合わせがあるんで、すいませんが、今日のところ、放送、夕方はないと思ってください。よろしくでーす。申し訳ないんだけどね。どんな契約でまとまるかな。お、レンさんおはよう。レンさんおはよう。どんな契約でまとまるかね。楽しみだね。まあ、会社の方がね、話いい部分とかも聞いてくるから、そしたらみんなにね、最新の情報をお届けできるように頑張りますんで、僕。はい、マックイーンおはよう。マックイーンおはよう。いや、3社来てるんですよ。3つ来てて、で、専属でやってくれって言ってるところもあるのね。専属で、要は他の配信サイトも YouTube も全部やめて、で、そこだけで1本でやってくれっていう風に言われてるところもあれば、もう自由にやっていいっすよって言われてるところもあるの。で、俺としては、なんつうの、あと公式っぽいところでやってくれっていう。で、スタッフをつけるっていうところもあるんだけど、俺としては、ふわっちはやっていきたいっていうのは、どこのサイトにも伝えてあるから、ふわっちはやりますよ。だから、それとは別でね、契約を結ぼうと思ってますね。今、全部調整中。いろんなところ、いろんな条件があるから、給料とかコミッションとか全部違うのよ。一社一社。一軒一軒全部違う。そう、のんいらっしゃい。前々からね、オファーが来てて、で、まあ、うちの配信サイト盛り上げてくれないっすか？みたいな。今日打ち合わせがあるから、外行けないんだよね。残念なことに。あ、ごめん、ルンペさんの申し訳ねえ。言いたいんだけど、まあ、決まったら大体わかるじゃん。あ、ここだったんだ、和道が言ってるところ、みたいな。それはまあ、蓋開けてのお楽しみなのか、まあ、ほら、会社によってさ、契約があるから。これはね、お風呂と飲み水なんですよ。あ、分譲はお風呂に入るんで。そう、お風呂、これは。そう、おかげさまでね、プロ配信者として、こうみんなのおかげで認められてきてるから。だんだんね、実績を。まあ結構みんな来てるよ。お風呂。飲み水兼お風呂。一日一回か二回取り替えてんだけどね、中の水を。まあ一つ言えることは、最近告知流したんだけど、まあ、YouTube の方をチャンネル登録絶対忘れないでくださいっていうことだけだよね、俺が言えるのは。着々とって感じだよね。着々と進んでますよ。着々と。虎視眈々とやってきたからね。
まあでも嬉しいなと思うね。そういうふうにいろんなサイトから力貸してくださいっていうふうに言われるっていうのは光栄なことだ。これ正直嬉しいね。お、マブヤワード2、おはよう。マブヤおはよう。まあ、どういう契約で進むかわかんないけど、また億万長者に一歩近づいたっていうのは、間違いないですよ。どうなんだろうね。まあ、調子はいいなって思うよ。やりたいことやらせてもらってるし、何不自由なく、ね、生活させてもらってるわけだからさ。まあ配信続けててよかったなって思ってるけど。これからどん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 収入も上がってくんじゃないかな。そんな予感はするけどね。まあ頑張っていきたいよね。ニコ生でコンビを潰れても頑張って一人ずつ確保していった頃。いやー大変だったよ。だって俺さ、だってネームバリューこそ1万人コミュぐらいあるかもしんないけどさ、俺実はマックス5500人とか5600人とかなんだよ。コミュニティニーズ、フォロワーの数、それを7回やってるからね。2年半で7回5000人コミュ作ったやつ俺ぐらいじゃないの多分。コミュニティってさ、長くやれば長くやるほど有利じゃん。で、万人コミュの人ってみんなコミュニティ2年とか3年とかかかってんだよ。だから俺は実は1万人コンビ作ってないんだよね。俺ぐらいだと思うよ。2年ぐらいで7回も5000人コンビ作ったのは。いや、苦労したよね。それこそふわっちなんかゼロからスタートだもんね。まっさらですよ。辛かったよ、あの時は。もうやってけねえんじゃねえかなとか思ったりさ。どうやってやってったらいいんだろうって本当に悩んだもんね。だから過疎る辛さを誰よりも知ってるから。いやー辛かったよ。本当。辛かった。じゃないとさ、やってけないじゃん。和道の枠は打ち逃げ禁止？打ち逃げとかかっこ悪いことやらないから、うちのリスナーさんは。打ち逃げとかかっこ悪いことしません。そういうのはダッサいアンチがやるの。ほっといていいよ。ブロック入れられるのが怖えんだよ。打ち逃げするやつっていうのは。まあ俺はそれでもブロック入れるけどね。ノリに乗ってるっていうか、なんかこう、結果がようやく出たぐらいだと思ってるけどね。あんまりそう波に左右される配信者ではないと思ってんの。自分がね。こう、いい時悪い時とか、そういうのが、フラフラするタイプじゃないから、俺自身は。どちらかっていうと、積み重ねタイプだよね、俺は。おい、カトラン、おはよう。今日もよろしくね。
おはようダンボール。おっぱよう。今起きたの？夜更かししてたの？他の人たちと何か違うかな。あんまりわかんないけどね。みんな違うんじゃないの？なんか違うかな。俺は別に普通だと思ってるけど。4時間ぐらい前から。そうなんだ。夜中に起きちゃったんだね。そっかそっか。プロ一応まあ15万以上稼げるっていうのが俺のプロの定義なんだよ。どんなにみすぼらしくても、どんなに稼いでなくても、15万を下回らに、今の貨幣価値で言うとね、15万はやっぱ切らなければ俺はプロだと思ってる。そのプロの中にまた1軍2軍3軍ってあるわけよ。そう、まあ俺は1軍だろうな今な。それはもう認めざるを得ないと思うよ。一軍に入ったなって。まあ一軍の中でもね、スター選手なのかどうなのかっていう話だろうけど、まあスタメンは入ったよな、完全に。ふわっちは続ける気はあるけど、いつも言ってんのが、俺ふわっちの配信サイトに恩があるんだよ。ここでプロになったから。ここで俺の生活が変わったの、ライフスタイルも。だから、カトランさ、俺はふわっちは続けようとは思ってる。ただ、一番重要なのはリスナーさんなのね。だからリスナーさんを裏切るような配信サイトっていうのはいっぱいあるわけじゃん。ツイキャスとかニコ生とか、ああいうふざけたサイトではやりたくないと思ってるから、どこでやるっていうのはかなり選んでるね。だからふわっちは運営さんがいいから、これが変わらない限り俺はふわっちは続けたいなっていうのが俺の気持ちだね。やっぱ主戦場っていうか、シャカ可愛いでしょ、ロードスターさん。かわいいでしょ、シャ。シャカかわいいって。よかったね。愛されてるね、みんなに。シャカかわいいんだよ。まあこれからどうなっていくかだよな、本当にな。これからどうなっていくかだよ。あ、マスさんおはよう。スカウトはまあ、まあ会社は言えないんだけど、3つの配信サイトからスカウトが来てるっていうことしか言えなくて、まあ前々から言ってたんだけど。で、その配信サイトがそれぞれ条件が違うんですよ。給料のことも、配信スタイルのことも、スタッフをつけるかつけないかも全部違うんですよ。まあどこをやろうかなって、どこと契約しようかなって、まあ3つとも契約するのか、どことも契約しないのかっていう、そんな感じですね。ともやおはよう。いおりさんおはよう。ハリネズミの今度見せてよ。プーフォローありがとう。いおりさんフォローありがとう。おはよう。ともやおはよう。ハリネズミって痛くないの？飼ってて。ハリネズミって大丈夫なの？給料制。まあ固定でってこと。まあ固定の会社は一つもないですね。
ねえ、見たい見たい、ハリネズミ。見たいわ。痛くないのかね。かわいいんだ。かわいいよね、ハリネズミは。俺、ヤギとかも飼いたいもんね、ヤギ。庭にヤギを飼いたい。まあまあ、歩合制じゃ歩合制だし、もう条件が全部別よ。極端な話、まあ他の配信者さんにも聞いたんだけど、例えばよ、みどりさんがオプっていうところは、石川のりゆきさんから1万円もらってるんだって。だから、1回放送やったら1万円もらえるっていう。それはロハコさんがこの前言ってたし。あとは、放送人数、見てる人数が例えば183人だったら、183円かける1円、かける、時間とか、いろんなのがある。いろんなところがある。それみどりさんの話ね。ああ、わかんないわ。ツイッター見てみれば、ふうさん。ツイッターになんか情報載ってんじゃないの。だいたいね、欲しい情報があったら配信者に聞くよりも、ツイッターでエゴサーチ。ツイッターは便利だよ、そういうところ。要は、誰々がどうなったかっていうのを調べるために名前を打つと。どれの深夜食堂。あ、書いてあるね。オナホールを映してバンって書いてあるね。オナホールを映してバン。ドレさんバンだね。ヤギ見たんだ。可愛かった。ヤギ可愛かった。まあね、これね、でかいよ。これでかいよ。何がでかいか教えてあげようか。今までバンにならなかったことがバンになったってことは、アンチが通報が増えたんだよ。でしょ？俺の読み正しいでしょ？これ止まらないよ、もう。ずっと監視されるよ。閲覧が増えたんじゃないよ。アンチが増えたんだよ。もう何やっても気に食わないのよ。もうここまで来たら終わり。リスナーさんを大事にしなかった人の負け。ファンを大事にしないとそうなるから。もうずっと疲れるだろうね。ああ、やっぱり、リーさんそうでしょう。俺の読み正しいよ、絶対。そうだよ。だって前映してたんだもん。で、バンにならなかったんだもん。ってことは通報数が圧倒的に増えたんだよ。一回囲いがアンチ化するともう止まらないよ。俺の読みね、あくまで。うん。おはよう、プチさん。ゆったんおはよアンチは一回ね、人の恨み買うと。特に、女性ね。女性を大事にしないと、恨みは怖いぞ。S さんおはよう。バギーのサムネ。これバギーかな。道化のバギーかな。いや、わかんない。俺、バンになったことないもん。俺、一回もない。クモンリュー気に、やる気になった。ワドウ鋭い。クモンリューはでも最初からやる気だったよ。3353。おいえ、プッサンアイテムありがとう。おはよう、モーニングアイテムありがとう。風船30個ありがとうございます。タークンおはよう。へえ。ファンになったの。まあどうなるかな、これからな。まあでもみんなが思ってるより条件はかなりいいと思ってください。そんなにいい条件なの？ってびっくりするぐらいの条件は提示してもらってるから。あ、遠征費はもう稼げてるし、もう東京入ってるよ、言った。もう東京昨日来てるよ。クモンリュウは。で、なんだっけ、アキラッパっていう、男の子と一緒に合流してるみたい。アキラッパくん。俺は絡みないから、どんな人かわかんないけど。アキラッパくんが。もう遠征代は稼げて、もうこっちに入ってきてるね。
まあ、なかなか頑張ったんじゃないかな。まあ、本当の勝負は2日後だよね。2日後か3日後か。辛いと思うよ。おはよう、安彦さん。アキラッパのバックがいるのは微妙。え、何バックって。何バックって。アキラッパは多分来れないよ。会場には。うん、俺見たことない、アキラッパくん。ラッパーの子なのかな。あ、一回あるかな。ラップやってた。一回あるかもしんない。フリースタイルやってんの。一回だけある。一回だけあるわ。5分ぐらい見たわ。あ、そうなんだ、チェイさん。アキラッパくん、全然絡んだことない。一回だけ見たことあるかな。ラップやってるとき、フリースタイルの。何ヶ月前だろう、もうだいぶ前だけど。多分アキラッパくんだと思う。おはよう、ソスさん。品がなくなった。いや、だからいつも言うんだけど、もう配信者なんだよ。俺配信者じゃないドルさんがくっそ面白かったの。配信に染まってないドルがめちゃめちゃ新しかったし、めちゃめちゃ面白かったんだよ。だけど、もう、ただの配信者だよ。もうそつなくこなす、ただのどこにでもいるつまらない男だよね。俺からすると。見てて普通。もう要は、焼き増しだよね。先輩たちがやってきたことをなぞってるだけだから。おはよう、ロビさん。おはよう。まあまあ、しょうがないよ。人は変わるから。人は変わるから。で、昔のスタイルが良かったっつってもさ、まあ今数字出てんだからいいんじゃない？もう俺見てないもん、正直。どれの放送。ここ、もう放送頻度。もうほんと昔は毎晩寝るときずっと見てたの。それくらい面白かったの。まあ面白くないもん。だんだんムラが出てきて、あ、今日外れの日だな、みたいな。あ、なんかもういいやーってブラウザバックするようになって、もうしまいには何見てもつまんなくなっちゃったね。で、前回の件でもうダメだった。いやー、どれめちゃめちゃ面白かったよ。俺普通にファンだったもん。だから拾い上げたんだ。あ、この人もっと評価されるべきだと思って拾い上げたんだもん。グテ玉おはよう。ツイキャスも番になったの？おはようのまいぬさん。あれ、サムネ変えた？前のサムネ俺好きだったけどね、のまいぬさんの。閲覧が上がると良くなるタイプとダメになるタイプがあるね。でも俺はあのスタイル別に何にも面白いと思わない。正直。これディスじゃなくて感想ね。俺は面白くない。俺も昔見てたよ。面白かったよ。今日はね、淡々と経験を語るのがすげえ珍しかったんだよね。自分の考えとかを淡々と語って、すげえ面白かった。いや、今の放送無理でしょ。もう人が多すぎて、放送ないわゆる放送になってた。昔ね、ラジオっぽかったよね。人が30人とか20人とかしかいなくても面白かったんだよ。スタイル変わっちゃったんだよね。リスナーに飲まれたんだろうね。対抗坊さんいらっしゃい。パックのジュース。要は、このマミーみたいなやつなんだけど、なんつったっけな。沖縄でなんつったっけ。すげえうまいやつ。マミーみたいなやつ。なんだっけ。あれ、売ってるコンビニと売ってないコンビニあるんだよ、しかも。なんだったっけな。あれすげえ、もうヘビーで飲んだね。ごめん、名前出てこねえわ。海宝おはよう。まあ、質疑応答になっちゃうよな。まあ、こっからじゃないの、本当に。こっからだと思うよ。要は、面白いこと、イコール受けるじゃないんだよ。大衆受けするから閲覧増えるの。これ名言でしょ。面白いから人が集まるわけじゃない。視聴率取れるわけじゃない。大衆受け。で、大衆ってどんな人なのかみんな分かってるわけじゃん。そう。要はファン層が変わったんだよ。ようこだ、ありがと
ナンパさんありがとう。用語です。用語。ありがとうね、教えてくれて。用語、用語。用語っていうのがくっそうまかった。スカウトっていうのは、まなかみさんおはよう。スカウトっていうのは配信サイトが立ち上がると。もしくは配信サイトで既存であると。で、三つ、要は新規のサイトが三つ、要は和道さん、ちょっとうちでやりませんかっていうこと。うちで放送やりませんか。シンプルに言うとこういうことなんだけど、契約内容が全然バラバラなの、三つとも。歴史も違えば、これからできるサイトもあれば、全部違う。で、三社とやり合ってたの。そう。で、今日、要は、打ち合わせがあると。要は、実際会いましょうというところまで進んだのが一社。人の画像を使うな言われたからプロフ変えた？あ、そうなんだ。え、あれ人の画像だったの？名前のあるの。新しいやつを知りたい人、今、お伝えしておけることは、YouTube を必ず登録しておいてください。チャンネル登録。和道のサイトができるってわけじゃない。要は、ふわっちとかニコ生とかツイキャスってサイトがあるでしょ。そういう新しいサイトがいっぱいあるのよ、今。これから立ち上がるの。で、とある、某国でナンバーワンシェアを取ってるサイトから、とか、あと、今、こういうサイトを、もう人気サイトを運営してるんですけど、別口でやってるとか、いろんなところがあるのね。どこどこの子会社で、で、公式で和道さん出てくださいとか。あれ、遊び頼むだったんだ。なんか雰囲気、雰囲気変わりましたね。どう変わった？ゆかちゃん。和道、なんで和道どれ倒すのに蜘蛛竜押した？え、どういうこと？どれ倒すのに蜘蛛竜押したってどういうこと？全然意味わかんない。おう、富代さんおはようっす。アフリカ TV は潰れたばっかり。アフリカ TV は潰れたばっかり。で、アフリカ TV は韓国のサイト。あ、知ってる知ってる。さっき、リスナーさんから教えてもらった。そこに対してコメントしたのが、なんで今までバンにならなかったことがバンになったのかっていうと、囲いがアンチになったからだよって。要はもう何やっても気に食わなくなっちゃったの。何やっても笑えなくなったの。つまり通報数が増えたの。わかる？閲覧が増えたんじゃないよ。アンチが増えたんだよ。うなちゃんマンゴーおはよう。日本アフリカ TV ようこそ。アフリカ TV は2017年4月20日よりリニューアルを迎えます。新しいアフリカ TV で世界中の人とコミュニケーションしてみませんか。やめろやめろ。営業妨害やめろ。営業妨害やめてください。よくわかんない、おはようサクトラ、おはよう、楽しんでて、おはようございます。朝だね、わからない。え、なにマナチンはどっちを潜ってみてたの？まあわかんなくていいよ、別に大した話じゃない。敵が増えた、通報が増えた、番になったっていう話だよ。もう予想通りの結果だよ。もう放送できなくなるよって言ったじゃん。今まで通りどころじゃないよって。もう荒らされまくるよって。予言通りだよ。もう手に取るようにわかるもん。だからあんだけ強く、もう今のうち謝っとけっつったの。もう今のうちリスナーさんにすまなかったって腹割って謝っとけっつったのはそこなのよ。一回もう敵にまたはもう終わりよ。あ、そうなんだ。まのうち。もう手遅れ。正直言うと。クミタンおはよう。もう手遅れですよ。もう何やっても無理。もう開き直ってああいうスタイルを続けるしかないと思うよ。要はヘイトを集める放送主に変わっちゃったんだよ。ミルクさん、フォローありがとう。残念だけどね。まあ、付き合う人間ってそういうことだよな。俺は、打ち消し打ち消しをするようなやつは卑怯なやつだと思うよ、俺は。自分のコメントには責任持とうよって思うよ。俺はね、少なくとも。まあ、別に打ち消すってことはさ、自分の発言が後ろめたいってことじゃないですか。でしょ、ルンペンさんの。
まあまあそういう人がいるっていうのは残念なことだよね。おはよう、青りんご。そう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 、どの人が味方とかそんなことしなくていいよ。ひささん、おはよう。そうそう、普通に楽しいところで見ればいい。せつなさん、おはよう。いや別に人が増えても何やっても俺変わってないでしょ。俺1000人になってもスタイル変えないもん。本当に変えない、マイペースだから。それね、ニコ生の昔のリスナーは知ってるよ。だいたい閲覧1000ぐらいあったの。変えない、変わらない。200人だろうが10人だろうが変えたことない。人の放送見れないね、アカウント。うん、あのログアウトしたら見れるんじゃないの。ログアウトしたら見れると思うけど、確か見れないよ。愛子さんが見れない見れないって言ってたから。シムさん、おはよう。はい、ブロックです。ドレさん、フワッチの後ツイキャスやってたけど、ツイキャスもバンなの？知らない。変な終わり方だった。ブツって切れたらバンじゃないの。ブツって切れたらバンだよ。変な終わり方したら。普通配信者ってお疲れ様でしたって必ず言うから。で、ブツって切れたらまあ疑ってもいいんじゃない？ってことは両方とも粘着されてるってことでしょ。両方とも通報入ったってことだよ。もうどこ行ってもダメだろうな。いやー、どうだろうね。コメントは打てないからね、番中は。番中はコメント打てない。まあ見てたらツイキャスで、ツイッターで言いたいこと言うんじゃないの。またどうせ俺のせいにするから。和道が誘導したからだとか。俺全然関係ないのに絶対言ってくるよ、あの男は。和道がこうやって広めるから俺の放送がとか、立場がなくなるんだって絶対言ってくる。俺知らないもん。リスナーさんに聞いて言ったんだもん。俺はリスナーさんがいないと、ただの自分はデクノボーだって知ってるから。通報だけじゃならない。要は通報数がある程度あったら運営さんの目に留まるじゃん。要は1件だけじゃダメなの。10件ぐらいバッて来たらさ、え、なんか悪いことやってんのってなるじゃん。で、運営さんが見て、目視で。あー、オナホールはちょっとダメだな、みたいな。そうそう、自分のスタイル、自分のスタイル。リスナーさんには伝わるもん。うん、いや、やられると思うよ。もう反感買いまくってるもん。俺の周りでも結構怒ってるもん。あのやり方続けてたらいつかやられると思うよ。っていうかもうやられ始めてるからね。やられ始めてるわけじゃん、実際。要は放送できなくなっていったらさ、こんな前に続いていったらさ、マンスリーなんか取れないよ。食えないってことだから。で、多分ね、特定が始まると思うよ。もうスネークとかが始まると思う、リアルに。女の子とかから住所さらされて、うん、ねえ、それは俺を見てたらわかるでしょ、昔の。要は俺も敵に回したことあるから、リスナーさんを。だから反省してこうやってやってきてるわけじゃん。いや、いいんじゃないの、人を見下す。だってよく言ってたじゃん、マウンティングがどうのこうの、マウンティングがどうのこうの。要はリスナーがマウンティング仕掛けてくんなよ、俺の方がすげえんだよって切り返してたけど、やってるの自分が一番マウンティングしてるわけじゃん、でしょ。自分が一番されたら嫌ってことはさ、自分がしてるんだよ、意識が向いてるんだよ、そこに。そう、だから俺の方が強えっていう人なんだよ。クモン流の件は俺がいた方が絶対盛り上がったのにね。しょうがない、言ってほしかったでしょ、クモン流戦。画質も高画質でリスナーさん見れるし、録画班になれば、俺が。もったいねえよね。あそこ、電波ないから、プツプツで見れないよ。あそこの、放送、毎回見れたもんじゃないでしょ。あそこ電波ないから、プツプツで見れたもんじゃないよ。絶対盛り上がらない。
量産生産いらっしゃい。今日投げてもろったアイテムとかもなくなる。え、そうなの？バンって。アイテムは大丈夫だと思うよ。俺がいた方が放送は盛り上がったと思うよ。言った。そう、配信で食べてるって。配信で食べてるっていうか、リスナーさんに食わせてもらってるっていう感覚を忘れたら終わり。人の財布に手突っ込むなとかいうわけのわかんない発言をしたら終わり。風船ありがとう、名前のあるさん。まあ、無理だろうね。面白い企画なのに、クモンリュウがかわいそうだよな。クモンリュウがかわいそう。あそこまで気合い入れてきてさ、お金まで貯めてきてんのに。リスナーさん、ファンの期待にも応えられないわけじゃん。要はね、クモンリュウの顔潰したんだよ。自分の都合で。どれは。いや、台本でしょ？いや、それ前からずっと指摘してるよ、グリオさん。俺のツイッター見てないんだよ、多分、グリオさんは。俺のツイッター、あれ、情報結構いいの載ってるから、フォローした方がいいよ。見せてあげるよ。知らないかもしんないから。いくよ。よく見といてね。俺のツイッターのね、情報。配信者に台本書きます。条件は成功報酬5万円。成功とは、ツイキャスで閲覧4桁。成功しなくても1万円は受け取ります。その人のキャラを活かして台本を作成します。分析して作成。ふわっちでも稼げる方法を伝授します。私は最高110万円。リスナーに毎月支援30万。今後完全に裏方に回ります。4月の7日。4月の7日。わかる？だからツイッターフォローしといた方がいいよって言ったのそこなのよ。ちゃんと俺裏取るから。どう思う？みんなは。金払ったんでしょ？だから、割れたツバニャンが急に一週間ぐらい前からコメント打ち始めたでしょ。これですよ。すべては。では、花火もらうことしか頭ないの。彼は。焦ったら負け。そうそうそう。課金できないだけ。リーさん。おい、バーガーありがとね。ヤンさんバーガーありがとう。いや、そういうことでしょ。いや、だから言ったじゃん。爆走に踊らされてるだけだよって。爆走は狡猾で頭いいからって。で、絵描いてるのは爆走だって言ったでしょ。人に台本書かせたらもう配信に向いてないんだから。自分の脚本に自信ないんだから。自分の生き方に自信ないんでしょ。バカだね、ほんと。俺は爆走は攻めないけどね。おはようマナよ。いや、かわいそうだよ、ちょっと、クモンリュウは。クモンリュウは、かわいそう。俺も撮影してあげたかったよ。機材用意して。いいじゃん、もうほっときなよ。もうファンが離れたのは事実なんだから。質の悪いリスナーと戯れるしかないんだよ。だってあんなのおもちゃになり下がっただけだもん。ラジコンになり下がったんだよ。自分の意思がないんだよ。スタイルがないってことでしょ。ラッキーさん、オッケーオッケー。ありがとう。ラッキーってことはないから、カタカナでラッキーにすればいいのに。まあいいじゃん。そういう人だったんだから。俺らがついてく男間違えただけでしょ。厳しいよ、配信会は。いやー、国会議員なんかぬるいよ。だから、着々と自分の意思を曲げずに、ゆっくりゆっくりファン、要は、同感だっていう人を見つけていかないといけないから、焦りすぎたんだって。一気にボンっていくって怖いの。ゆっくり確実に自分のファンを一人一人ゲットしていった人は強いよ。何があっても離れないから。あ、まあ、ワード、そういう時もあるよなって。まあ、ワード、今回は反対だけど、俺基本的にはワードのことずっと見てたからって。みんな戻ってくるじゃん、ワードのリスナー。
それは半目に回るときもあるよ。ワードちげえだろ、今回って。そっから学んでいったの、俺は。ゆっくりゆっくり。だけど、うちのリスナーはなんだかんだ言って和道のこと見てくれんだもん。チャボおはよう。俺の言葉じゃなくて、まずね、リスナーっていう言葉は、俺はふさわしくないって。なんでかっていうと、リスナーって聞く人って意味でしょ。俺はオーディエンスっていう言葉が、リスナーっていう言葉よりも、オーディエンスっていう方が正しいっていうことを言ったの。で、イエス・キリストも弟子たちに、まず何を言ったかって、一言目必ずリッスンって言ったんだよっていうことを言ったら、あいつ頭悪いから、俺がリスナーさんに対してリッスン、リッスンって、要は聞け聞けって、俺の話を聞けって言ってるって勘違いしちゃう。だから俺の言ってる意味が分かってないのよ。湾曲して広めてんの。だからほっといたの。ああ、俺は台本嫌いだもん。台本に乗っかったことなんか一回もないよ、配信で。おう、ケイちゃんおはよう。ちゃんと寝たよ。寝たいときに寝て、起きたいときに起きてる。おはよう、ナッパさんおはよう。バカゼ、風船10個ありがとう。だからうちのリスナーは分かってた。俺が何言ってるか分かってるから。にわかが吠えてるだけなの、にわかが。お、フォローありがとう。東京ワンケイさん、フォローありがとう。いや、正直言うよ。閲覧はね、半年間まだまだ伸びるよ。ただね、ファンがいなくなってる、どんどん。収入苦しくなると思うよ。これが読み。で、半年後も人いなくなるだろうね。心が折れると思う。減らって。もう兆候が出てんの。だから泣いたり笑ったり、喜怒哀楽激しくなってるでしょ。淡々とできなくなってくの。断言します。断言します。僕は。閲覧はまだまだ伸びます。ただおもちゃにされるだけ。質の悪いリスナー、要はお金払ってくれるファンはもういなくなります。俺の読みよく見といて。閲覧はもうちょい伸びるから。で、大本営に走ると思うよ。炎上営、大本営。で、もうボロボロになっていくから。で、引退するとか言い出すよ。恥ずかしいけど、私、和道さんと話してみたくて、ふわっちに来ました。あ、そうなんだ、ナッパさん。もしよかったら、LINE 公開してますんで、配信中だったら、LINE かけてきていいですよ。そしたら、会話ができますので、皆さんに言ってることなんで、放送中だったら、悩み相談でも言いたいことでも、対談でも何でも受け付けてます、僕は。東京ワンケイさんフォローありがとう。初見さんいらっしゃい。ポテチさんおはよう。もしよかったらフォローしてってね、みんな。あ、そうなんだ、マネーは。初めて見たんだ。バカありがとう。東京ワンケイさんバカ10個ありがとう。LINE やってないか？そっかそっか。俺電話番号持ってないからさ。電話番号持ってないんだよ。まあね。シェレンいらっしゃい。おはよう、セクシーさん。質の悪いリスナーが集まると質のいいリスナーいなくなるからな。そう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 。だから数じゃないんだよ。質なんだよ。食っていくこと考えたら。数ももちろん大事だけどね。時には。だから俺はだいたい1ヶ月に1回リスワンを取るっていうことはさ、1ヶ月に1回必ず沸かせてるの。必ず人が集まる放送やってんの。でも固定のファンを残りの日は楽しんでもらう。沸かせるときは沸かせる。おー、ヒーローさん、いつもありがとう。おはよう。花火ありがとう。あ、考えられる？よかったら、まあ、一緒にディスカッションしていきましょう。ブラッシュアップできればいいよね。それで。ユナちゃん、おはよう。まあ、結構がっかりしてる人は多いだろうね。まあ、いいんじゃない？そこをみんな経て、そこを経て配信者になってるわけだからさ。だから分かる人には分かるもん。
ワドが言ってること正しいと思うよって言ってくれる人もいっぱいいるからさ。新野町はまあプロだよね。伸び続ける人なんているのか。難しいよね、やっぱり。単純に伸び続けるわけじゃなくて、やっぱり、苦労したりとか、辛い思いして、這い上がってくるって感じだよね。おい、ドテチン、おはよう。サンボマスターのサムネいいね。俺、サンボマスター好きだから、嬉しいよ。まあ、アスリート気質なんでしょ。どう考えても体育会系じゃん。俺の方が強い、先輩を立てろ。で、なんか、数はすべて、結果がすべて、筋肉、トレーニング、トレーニング。体育会系な人苦手だからさ。文化系じゃん、どちらかっていうと。細々とやってけばよかったのにね。多分自分が見えなくなってるんだと思うよ。潰れる。潰せじゃなくてね、勝手に潰れる。ダメなやつは勝手に潰れて、面白いやつはどんどん伸びるっていう世界なんだよ。誰かが潰すなんて、とどめ刺すなんて必要ない。顔出せ。そう、別に俺がどうこうっていうわけじゃないよ。別に今俺に牙向いてるわけじゃないから。だし、自分と戦いだと思ってるよ、詰まるところ。自分との戦い。やることやってる人は強いよ。まあ、ケイちゃん。人間だからさ、俺のこと嫌いになる時もあるから、嫌いな時は見ないで。見たい時に見るっていうのは普通だよ。長いね、ちょっとね。あと2日？日曜日だから23だからもうちょいあるか。まあ、だけど俺は盛り上げる気ないから。悪いけど。俺は協力しようと思ったんだけどね。仲間だから。辰彦にも、ねえ、恩があるし。どれの顔立ててやるかって思ってたけどね。ハゲだるまさん、おはよう。そういう気持ちはあったけど、もうどれと割れたから、悪いっつって。公文竜辰彦悪いって。もうあいつと絡みたくねえわっつって。だって顔見たらぶん殴りそうになるもん。話上手くなったかな？そうかな？ありがとう、褒めてくれて。嬉しいよ。でも本とか読まなくなったからね、言葉がポンポン出なくなってきたね、初期の頃に比べると。話し方はだいぶ変えたかな。うなちゃんマンに言われたんだよ、ゆっくり話せって。お前頭の回転早すぎるから、喋りが早いんだよって。普通の人には聞き取りづらいって言われて、もっとゆっくり落ち着いて喋ろうって。あと2つありがとう、レンさん。クモンリュウが暴れるっつうかさ、クモンリュウを高画質で撮ってあげたかった。記念に残るじゃん。YouTube に一生残るわけじゃん。だからいいところ悪いところ研究もできるし。和道さんが言ってるのは正論。正論っつうか、まあ、普通に思ったこと言ってるだけっすよ。そうそう、俺にとってはマイナスだからさ。生ポン、ドレさんに世話になった。どこが生ポン、勘違いしてるでしょ。どこが、いつ俺が世話になったの、ドレさんに。いつ、生ポン。それね、放送ちゃんと見てないよ。ドレに洗脳されてるよ。いつ俺が世話になったの、ドレに。ありがとう、ナッパ。キータン、おはよう。
キートン・マスだ。おはようございます。ユタンハートありがとう。いや、俺は腹割って、ちゃんと、もう俺の心が動くまで、納得のいく説明をしてくれるまで俺は付き合いする気ないから。俺はない。付き合うつもりも関わるつもりもない。俺の心が動くまで。しっかり腹割って話すまで。うん、あんな見栄を張ってるトークなんかいらない。俺太ったね、ちょっとね。友之助さんありがとう、熱中症気をつける。バカ5個ありがとう。太ったよ。ファストさんいらっしゃい、おはよう。そうかな、話、自分の声コンプレックスだけど。そうだね、マイウェイだよ、マイウェイ。まあ俺はね、リスナーさんを財布っていう風に表現する人とはもう付き合いません。東京湾系さん、バカ5個ありがとう。会心じゃないんだよ、本音を聞きたいんだよ。上辺と嘘をつかれたんだよ俺は。あんな公の千人見てる 場で、うん、あいつのメンツのせいでね、あいつのメンツのせいで振り回されてる人がいっぱいいるんだよ。マイナスがゼロっていうわけじゃなくて、それ本気で言ってんのって、うん、本音が聞きたいね。別に謝らなくてすらいいから本音が聞きたい、リアルが聞きたいの。俺はプロレス嫌いなんだわ。真面目に戦ってるやつの方がかっこいいよ、うん、そうだよ。でテルはリスナーは財布 ATM って言っても絶対思ってないから、うん、なんでかっていうと、あれで笑いが取れるっていうことはリスナーさんがそうじゃないの知ってるから。だって旅行中なんかずーっと配信外 LINE してたからね、リスナーさんと。ありがとうって、何か欲しいもんあるって、なんか食いたいもんあるって、うん、ありがとね、いつも支援してくれてって、今度なんか会えたら会いたいねとか、ずーっと LINE してる、放送外。だから信頼関係があるの、あいつは、テルは。だから稼ぐの。だからリスナーは、うん、財布って言っても笑いが取れるの。おいって言われるの。どれが言った財布って、本音じゃん、あれ。人の財布に手突っ込むなよって、はぁって感じだね。いや、クモン流の企画だから、クモン流は参戦した方がいいでしょ。クモン流がもともとドレさんとやりたいって言ったの。聞いた聞いた。見たよ。何で見た ?LINE で見たかな。うん。いいやつでしょ、海田。てる。配信外で飲む場合は、俺は1時間悪いんだけど、安彦さん、2万5000円かかる。うん。2万、配信外で付き合いする人、俺にアポ取る人は、本気で2万5000円払ってくれって言ってる。申し訳ない。もし、俺と飲みたい人は、オフ会に参加するか、配信中にリア突で絡んでくれ。悪い。俺、本気で億万長者なりてんだわ。うん。申し訳ない。俺に1時間2万5000円払えない人は、配信外では会えません。申し訳ねえ。俺本気で自分の夢を追っかけてっからさ、そこは組んでくれると嬉しい。優しいでしょ、テル。うん、オフ会いつやろうかな、うん、月末あたりやる？月末か月頭ぐらいにもう一回。キャスバー、要は配信中はリア凸は OK。キャスバーで配信やってたら、要はいくらでも絡んでいい。要は配信やってれば俺稼げるから。ただ、配信外でっていう人は俺が稼げるチャンスを潰す人なわけよ。だったらそこは補填してって意味なの。うん。意味わかる？配信中は凸かけてきてくれても、会いに来てくれてもいいよって言ってんの。ただ、配信外でって言われると、俺、配信しないってことは稼げないってことだから。だったら億万長者のその時間割の分、1時間2万5000円は頼むよって、うん、ありがとうトゥーさん、うん、すげえ嬉しい。あのロム線の人にお願いしてるんだけど、ロム線は全然構わない。ただ今日どんな客層なのか、どんな人がいるのかによってトーク変えたいから、ワドツってコメント打って、一言だけでいい。ワドツって来た時に打ってほしい、うん、ワド来たよって合図を欲しい。
そしたら今日の客層だったらこんなトーク受けるなとか、今日こういうノリねとか、うん、お金っていうか俺はもう本当に貪欲に行こうと思ってて、本気で配信で億万長者になりてんだわ、うん、そう、そうだからその配信外ってことはさ、そのよっぽどのチャンスを俺にくれるかさ、俺もプライベートの時間稼ぐ時間潰すわけだからさ、そこは補填してよっていう。いやだからコラボとかは もちろん無料でやるよ、コラボとか。だから俺からオファー出してんじゃん、クソカスカオスちょっと絡もうよって言ってんの。それは別に金かかんないよ、だから配信内容だったらね、うん、はい、ワード2チェルシー、サムネわかるよ、リュウワード2、ジャニーワード2、ロードスターワード2、マミリーワード2、うん、そしたらさ、この人とこんなトーク毎日したなーとかさ、引っ張れるから、そうそう。だって配信できなかったら稼げないのはみんなも分かってることだからさ。だからまあまあね、安彦さんはそれ普通だよって言ってるから、話の分かる人だよ。いや俺本気だよ、本気で億万長者になる。木場よしあきさんはどつ、ハリーさんはどつ、そう、大体ね、億万長者になるの30万稼がないといけないのよ。で、起きてる時間が12時間だとしたら、2.5×2.5 ね。25,000円×、12時間。2.5×12時間起きてるとしたら、まあ、30万稼げるんだよね。うん。そうそう。いや、ワード2って、まあ、使ってればわかるよ。うん。あ、神ね、だいぶお金とか稼がせてもらえるようになったから。じゃあ、1時間経ったんで、もしよかったらチップ投げてください。音楽を2分間流します。2分間の間に、アイテム、投げてもらえると嬉しいです。僕、放送やってるんで、雑談なんでね、アイテム投げるタイミング作ってるんで、お気持ちいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。では、音楽2分間流します。だからさ、オフ会とかだったら、オフ会の料金しかかかんないから。そこにみんなまとめて会う感じになっちゃうけど。レンさん、風船50個ありがとう。砂金町風船ありがとう。皆さん、ハートプレゼントありがとう。レンさん、バーガー2つありがとう。クミタンバーガーありがとう。レクチ、ハートプレゼントありがとう。ナッパさん、風船2個プレゼントありがとう。クソカスカオスさん、バーガー5個ありがとうございます。レンさん、ハート2個プレゼントありがとう。マナカニさん、風船10個ありがとうございます。東京ワンケイさん、バーガー5個ありがとうございます。ハゲダルマさん、バーガープレゼントありがとうございます。みんなありがとう。東京ワンケイさん、風船25個ありがとうございます。森熊さん、風船3個ありがとうございます。フーハー、おはよう。ニャさん、バーガーありがとうございます。みんなありがとう、アイテム。ハゲダルマさん、バーガーありがとう。おい、ナンバさん、ワード2。ナンバさん、花火ありがとう。ナンバさん、ありがとうございます。ロビさん、風船20個ありがとうございます。ユナチ、ハートありがとう。ロビさん、風船20個ありがとう。レンさん、風船100個ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとう。ありがとうございます。トゥーさん、風船、あ、じゃあ、トゥーさん花火ありがとう。TARF サムさん、風船2個ありがとう。みんなありがとう。ご覧の番組は、アイテムを投げてくれた皆さんの提供でお送りしております。それではまた1時間雑談楽しんでいきましょう。みんなありがとう。よいしょ。あ、ロードスター、ありがとうね。風船10個。お気持ちでいいんで、皆さん。この1時間は皆さんの提供でお送りしておりますので、よろしくお願いします。ありがとうみんな。でもアイテムタイム始めて正解だったなと思うよ。なんか和道の放送雑談でさ、アイテム投げずれんだよなって前から言われてたの。なんかそうそうそう、安彦さんさ、
なんか俺喋り続けるタイプだから、その、アイテムやると話割れちゃうじゃんっつって。和道の放送投げたいんだけど投げずれんだよって言われてて。うん。だからまあ、1時間に1回じゃあ、乞食すっかっつって。そう。で、音楽、そのレクチュが作ってくれた音楽、爆音で流して、まとめていただくっていう。うん。このシステムで、だんだん定着してきたね。きっかけは便所太郎さんなの。便所太郎さんは30分に1回延長料金もしよかったらチップ投げてくださいって言ってて。うん。あ、スカウトの話ね。うん。あかりさん、風船ありがとう。そう、アイテムはね、話途切れちゃうから、俺みたいなスタイルでやってんなら、だったらスポンサーさんはこの時間に投げてくださいってやったらさ、あ、じゃあこのタイミングで投げっかってわかるじゃん。で、気持ちいいの、風船1個で。うん。まあ、花火嬉しいけどさ、みんなね、それぞれお財布事情があるわけだから、給料日前だわーとかあるじゃん。そうそう。気持ちで投げてもらえると嬉しいよね。1円でも価値つけてもらえると嬉しいから。スカウトの話はね、3つ、まあ、配信サイトがあって、WADO、要は、ちょっとね、ふわっちとか、ニコ生とか見てましたと。で、WADO さん力貸してくださいって言ってもらえて。そう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 、CM だよ、CM。安彦さん。で、3つの配信サイトから、それぞれの条件で、要は、専属契約しませんかとか、要は、うちで配信やってくれたら、まあ、要は、マネーが発生すると。で、やりませんかって言ってもらえてるって感じ。うまくやれるけどね、全然。だけど、やっぱ、うちのリスナーさん、コメント打たないでさ、ロムる人も結構いるから、なんか話がぐちゃぐちゃになるより、一本筋を通して、一本のトーク組み立てていった方が聞きやすいんだよね。俺はそう思うよ。で、まあ、それぞれがそれぞれに、契約内容があるって感じ。で、今日、まあ、どっかと契約結ぶ予定です、僕は。どっかの会社と契約を結ぶと思います。いや、俺の出してる条件っていうのが、ふわっちは辞めたくないって言ってて。要は、一社だけ、要は、もう YouTube とかも全部、要はプロダクションっぽい感じなんだよね。もう全部辞めてくれと。で、うちでやりましょうって。もうそこは給料ガツって出すって言ってんの。うん。だけど、その、マネージャーもつけるし、編集もつけるし、公式でやっていくから、で、なんなら、でかいっすよ、うちっていう。うん。でも俺は、いや、僕配信者なんだと。で、ファンがいるんだと。で、そこを裏切りたくないし、お世話になってるサイトもあるから、ちょっとごめんなさいっていう。その条件だと飲めませんと。じゃあ会社に一回持ち帰りますと。で、こういう条件でどうですかみたいな。俺は、ふわっちは辞めるつもりないよって言ってる。無料で見てもらいたい。そこ、ダメなことはダメって言うよ。スタイルじゃないって。いくら金が良くても、今の目先の金で言ったらそこはいいよ、正直。給料高いよ。だけど、結局サラリーマンだもん。自由になりたくて配信やってるんですとか、気持ちも全部でも聞いてくれるよ。要は1億円狙ってるから、その給料だと今は豊かになるかもしれないですけど、未来がなくなるっていう話もして。いや、どえらい時代になったよね。そこの会社は折り合いつかなそうですね。そこの会社は折り合いつかなそうですけど、一番力持ってるサイトですよ。声かかってるサイトで言ったら。で、他の2つは、まあまあ、自由にやってください、みたいな。で、俺が今日契約多分結ぶか結ばないかの日なんだけど、直接フェイスで会うの。商談しようっつって。で、サインアップすると思うんだけど、俺が出す多分条件っていうのが、要は配信で言っていいかっていう。要は俺のスタイルっていうのをちゃんと話して、要はもう、隠したくないと。何一つ。後ろめたいこと作りたくないって、リスナーさんに。だから、会社名、どこと契約したか、契約内容、給料いくらなのか、全部話させてくれっていうのは俺から言うよ。ただ、もしそこは決まんなかったらごめんね。機密保持契約書、交わさないといけないかもしれないから。俺は一応打診はする。まあ、そういう裏話をがっつり聞きたい人は俺と友達になるしかないよね。飲み屋でプライベートで飲んでる時にこういうことがあったんだよねっていうのを聞くしかない。
身近になるしかない。公の場で言うことではないじゃん。俺が今言えんのは、とある会社からスカウトが来てるんだよね、ぐらいしか言えないよ。ただ、どれにも確認したけど、どれは来てないっつってたね。どれは一切来てないって言ってたね。俺は3社来たんだけど、どれさんにも来てるって。いろんな人に聞いたの。で、便所太郎さんはあそこだろって。ああ、まあまあまあ、みたいな話になって。新八丁も、あそこっしょあそこっしょって。ああ、やっぱ来てるんだなって。で、どれに聞いたら何の話だって言ってたから。まあ、それが俺とどれの、あれだよ。現状だよ。閲覧に溺れてるんだろう。うん。3万も間違いなく来るから。もう、3万なんか5社じゃ聞かないだろうね。毎年来るよ、そんなもんって。だから、井の中の蛙だよ、ほんとに。ふわっちで、ね、閲覧1000人集めて天狗になってんだから。俺だって1500とか普通に叩いてるからね。ん？小さな鳥かご？うん、そうだね。ほら、お風呂入ってるでしょ。今。お風呂入ってるでしょ。こうやってバスタイムがあるの。今使ってるでしょ。かわいいでしょ。文鳥綺麗好きだからお風呂の中に入るの。これ水ね。これ。かわいいでしょ？お風呂入ってる。解放はまだ早い。解放はまだ早いよ。解放は今聞くべきところはそこじゃないでしょ。まだまだ下積みをしていかないといけないんだから。だからでっかいお茶碗とか買うと、その中も湯船に入ったりするんだよ。かわいいよ。そう。本当はね、1日1回ぐらいしか入らないんだけど、この子お風呂大好きで。一日8回9回入るし、最近お風呂で寝始めた。いや、湯船の中で寝始めたんだよ。ここ大好きなお風呂が。YouTube は月3万ぐらいかな、俺。YouTube ライブ稼ぎたいからみんなに協力お願いしてんの。YouTube ライブみんなチャンネル登録しといてください。よろしくお願いします。力貸してください。アリスは風呂に入った方がいいよね。アリス、大丈夫か？風邪。体調悪いんだろう。俺、あれだったら飯届けに行こうか。飯食えないから家に届けに来てくれってツイートあったから。アリス、あれだったら飯食えないんだったら行くぞ、俺。うん。かわいいでしょ？うん。だいぶ良くなった。よかった、よかった。うん。風呂で寝るんだよね。ボケてるんだよね、最近。そうそう、お風呂大好きな、シャカは。カルビ食ったんだ。なしいらっしゃい。さすがっつうかね。うん。どれと俺じゃあね、履いてる靴が違えからな。あー、夏中が湧いてくるな。夏が来るぜ。風邪は治ってないんだよね、それが。悪化する一方なんだよね。うん、俺もどれもゴミくずなんだよ。俺もどれもゴミくずなの。だからどれと俺じゃ履いてる靴が違うんだよ。はいよー、北海道で待っててね。ハイホーとミュウツーがディープキスしたの知ってる？知らない。あー、インターネットの配信のプロと素人の遊びの差？ビッグボールさん。俺が考えるにだよ。俺の定義。最低限の生活が成り立つかどうかな。プロかどうか。要は飯が食えるかどうかって判断をしたの、俺は。プロの定義を。うん、心の問題は置いといて、客観的に見たとき。そしたら15万かなって思ったんだよね。生活保護は13万ぐらいでしょ。で、生活保護以上の生活で、まあ、ギリギリ食っていけるレベル、東京で。まあ、俺15万で食えるから。うん。まあ、15万以上稼いでたら最底辺のプロかなみたいな。プロにもいっぱいいるから。うん。まあ、群馬の家遊び行くよ。うん。
だから俺は15万以上稼いだらプロ名乗っていい。ただ、一流のプロかどうか、それは分からないって答えた。まあ、プロであることは客観的に見て間違いないよって。マルキーニョスはこっち。で、まあ、素人っていうか、まあ、7万ぐらいとか、15万以下でも金が発生してるんだったらセミプロって感じだ。で、まあ、5万以下の人はお小遣い遊びだよな。5万以下しか稼げてない人は遊びだよな。バイトと掛け持ちで配信頑張ってます。プロ目指してますって言って、7万、8万、9万稼いでたら、まあ、セミプロだろうね、みたいな。15万でやっていけるよ、全然。歌舞伎町じゃない、俺が住んでるの。西新宿。ここは家賃が6万だから。光熱費、電気代とかで2万とか3万とかじゃん。まあ、3万、多く見積もって3万で9万。で、あと6万で食費、余裕でしょ。だ贅沢はできないけど、まあ、プロ名乗っていいんじゃないの？みたいな。俺はそう考えてる。だから自分でプロ名乗り始めたのは、15万以上稼いでからだね。西新宿だよ、俺、アキラさん。ハリネズミかわいいな。ていうか、段ボールいつ取りに行くんだよ。段ボール。服、ムームー。しょうねえな。15万でやってけるよ、贅沢しなければ。ただいい暮らしはできないよ。でも何か自分の好きなことを一本やってさ。え、アキさんも西新宿なの？この辺ご近所リスナー結構いるよ。なんつうんだろう。何の話だっけ？ 15 万じゃ贅沢はできないかもしれないけど、毎日好きなことやってさ、それで飯が食えるんだったら全然いいと思うけど、ボクシングでも絵でも音楽でも。15万稼げてたらよくない？俺はそう思うけどな。好きなことやってるだったらね。あ、近所なんだ。ねえ。もし街で見かけたら声かけてください。見てるよ、ワードって。結構ね、おっちゃんがよく声かけてくれる。天気はふわっちと出会ってからですね、完全に。もう悩みがなくなったのはふわっちやってからですね。もう配信が好きで好きでしょうがなくて、毎日が楽しくて、で好きなことやってるなっていう充実感を手に入れたのは、俺は配信ふわっちやってからだね。4年目。そう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 。飯食えてれば。プロプロ。貯金はしてないよ、俺。なんでかっつうと、仲間と約束してんだよ。ペイマネー。なんだっけ。なんつったっけな。衣装に言われたんだよね。友達と約束したんだよね。稼いだら金使おうぜって。だから貯金はなるべくしないようにしてる。ただね、ステッカー代だけは、アメリカに行く渡航費として使わないっていう約束で、リスナーさんと。もう、ふわっちで稼いだ金はガンガン使ってるのね。沖縄行ったりとか。でも、ステッカー、発売してから結構経つんだけど、このお金だけは絶対手つけてない。このお金。皆さんの、このステッカーを買ってくれたお金でアメリカ、夢叶えようと思ってるから。これは手つけてないですね。ステッカー代です。これで俺は夢を叶えるから、みんなからいただいたステッカーで。伸び伸びしてるよね、最近ね。いや、全然、俺だったら聞いてくれていいよ。俺はでも結構本気で言ってるタイプだと思うけど、タイプ的に。いや、ステッカーおかげさまで皆さんに買っていただけて、ありがとう。これは手つけてないっす。生々しい。いつ頃？今年、要は5月だから、俺5月の21誕生日なんだけど、32歳の間だから、まあ、あと10ヶ月以内。
アメリカに行こうと思ってる。うん。10ヶ月以内に。あとね、それかもしくはもう一個案があって、実はね、シルバーアクセサリー作ろうかなと思ってて、いよいよ約束果たす時が来たかなと思って、シルバー、自分のシルバーアクセサリーを型を作って、で、あの、グッズとして販売する。高いよ、正直。でも、自分が身につけるアイテムをみんなが買うっていうのは夢だったから、そろそろブランド展開マジでやろうかなと思ってて。で、実はシルバー屋さんの業者さんと打ち合わせしてんの。そしたらアメリカ行く金と同じぐらいの金なんだよ。いや、シルバーのロット数を確保して。アメリカ大陸だったらどこでもいいと思ってるね。どこも予定は俺は組まないから。うん、自分のスタイル貫くよ。ミコさんおはよう。そう。だからシルバーリングをグッズを作るのが大体50万ぐらいかかんのよ。シルバーのグッズ50万ぐらいかかんの。だから1個3万とかで、5万とかで売ることになると思うね。リングを。3万か5万だけど、まあ、変なグッズを売るより、シルバーのリングとか、シルバーのペンダントを作った方がかっこいいかなと思ってて。そうそう、ガンガン使おうって考えてる。ステイハングリー、ステイフーリッシュだよね。力をつけていこうと思って。だから、しばらく貯金はする気ないかな。俺の夢が億万長者になることだから、配信で。ガンガン攻めたいと思ってるね。あ、そうなんだ。ハンドメイドで何作ってんの？うん。おはよう。ハワイおすすめ。いや、あのね、ハワイじゃダメらしい。あの、カリフォルニアでも何でもいいから、方角の問題なんだって。西に行けって言われてる。で、アメリカが一番いいって言われてる。で、極端な話、その知り合いの億万長者の占い師に言われたのは、空港から降りて帰るだけでもいいよって言われた。うん。とにかくそこの土地を踏むことが大事なんだって。そしたら、もう億万長者になれるって言われてるから。まあ、験担ぎだよね。その人は、とんでもなく稼いでる人で、テレビとかも雑誌とかも全然取材されてる人で。うん、あ、トンボ玉とか作ってんの？へえ。あ、そうなんだ。へえ。バーナーで焼くんだろうね、多分ね。俺のピアスも、チュラ玉だからガラス玉だよね。かわいいでしょ。そりゃそうでしょ。野心がなくなったら男は終わりだよ。夢とか野心大事でしょ。アメリカ横断はしないよ。あかりさん、遊びに行くだけよ。バカ5個プレゼントありがとう。アメリカ行くだけ、うん、新年配信ね。どうなんだろうね、アメリカに入国できないかもね。わかんないけど、横断は全然言ってないかんね。女は何が大事？女は何が大事？そりゃそう、もう簡単だよ。女の幸せって一個しかないでしょ。いい男に抱かれることだよ。他にある？俺ないと思うよ。男はバカみたいに夢を追っかけ続けるんだよ。で、女はいい男、最高の男に抱いてもらうことでしょ。うん、俺はそう思ってるけど。上海経由で安い。へぇ。俺はそう思うけどな。あ、そうなんだ。パフェありがとう、友之助さん。ありがとう。仕事頑張ってね。いや、わかんない。とにかくアメリカって言われてるから、俺占い師じゃないから。俺はわからん。アメリカとりあえず行こうっていう。それだけ。これはもう何年使ってるかな。もうだいぶ味出てきたよね。ここちょっと剥がれちゃってるから後で塗らないと。
傷ができちゃってるから。これジッポが入るタバコケースで、うん、本革の、もうどれだいぶ使ってるよね、うん、だいぶくたってきたよ、うん、いい色合いになってきたよね。最初ね、まだ真っさらで硬くてさ、まだかっこよさなかったけど、だいぶ味が出てきたよね。で、ここのベルトホルダーだから、ここにこうやっていつもつけてる、うん、これいいよね、くたってるね、こうやって、うん、あ、本当にあかりさんありがとう。シガーケースだね。おい、ガチさんはどつ、おはよう。まあまあ、もう4年も使ってればね。うん。チケット代出したら向こうで配信する？うん、するする。うん、するする。うん。ガンガンやるよ。配信やらねえとか意味わかんねえもんね。嘘、インディアンいるのとか、ネブラスカ州とか。うん、かな。嘘、石野にブロックされたん？一種はね、金出さないリスナーブロックだって言ってるもんね。アイテム投げねえリスナーと付き合う気ねえって言ってたからね。どこの新スポ行くの？俺誘われてねえな。俺誘われてねえわ。どこ行くんだろう。時代だよな。俺よりよっさん、よっさんより俺の方が閲覧多い時代が来たんだもんな。何があるかわかんねえぞ、うん、ダメダメよ。人、あの、石野は石野ライフスタイルあんだからさ、石野見守ろうぜ。俺はあいつ好きだよ。あれ、ガッツさん石野と対談やったの見た？ YouTube に動画上がってるから。相手はね、匿名投げる人もいるよね。うん。石野知らないの、にわかだな、うなちゃんまんこ。俺の YouTube 見てごらん。石野との対談があるから。うん。ていうかさ、うなちゃんまんこの作ってくれた音源さ、ダウンロードできなかったんだけど、あれ時間制なの？もう一回 URL 送ってくんね、俺の曲。みんな YouTube チャンネル登録してね。よろしく。対談面白かったでしょ？見た？面白かったでしょ、あれ。ちょっと、どんな動画か、ちょっとだけ紹介します。うん、ちょっとだけ紹介します。ね、石野康介くんって言って、俺の2年前からの友人なんだけど、彼と対談をしてきました。もしよかったらね、皆さん石野を応援してください。彼です。あ、残した方がいいですかね。これ YouTube に動画アップしてあるんで。いや別に、いや、しかも夏場じゃん。こういう動画が、対談が残ってるんです。そうですね、冬が一番きついんだけどね。この辺かな、面白かった。でもあんまうざがらみはもう やめた方がいいなとは反省してるけど、続けてごめん、終わっちゃって、もう言ってやっていや、こいつら聞かせよ、うん、いや大事な話だから。うん、いやだからその、うん、半分は見下してたけど、もう半分は
分かるぜっていう、うん、まあそういう気持ちでしたよね。うん、石野と、僕の対談が載ってますので、もしよかったら皆さん YouTube チャンネル登録してください。ノーカット版でお送りしております。よろしくです。トイレトイレ面白かったよね。カップラーメンのくだり、そうそうそう。米、9.11 以来アメリカに行くには簡易ビザが必要になったのと、ロヒプノールを無断で持ち込むのと入国拒否されるから、ロヒプノール飲んでいるならアメリカ大統領。へぇー。ロヒプノールが何かわかんねえわ。まあ、大丈夫っしょ。行きたくなったら行くぜ。あれは、なんつうんだろう。後ろから撮ってるだけだね。この辺からカメラセッティングして、こう撮ってるって感じだね。こう、背景から撮ってる。だから、スタンドが必要になってくるんだよ。画角って言うんだけど。これを、こういう風に撮るのと、なんて言えばいいのかな。遠く撮ると、面白い。睡眠薬は飲んでない。まあ誰か協力してくれるっしょ。パスポートも取らねえとな。ニコ生乗りはカルトでしょ。だからツイキャスが伸びたんだ。あれはだから2チャンネルの文化だから、ニコ生は。もうなんか、あ、DM ありがとう。ダウンロードしとこう。これダウンロードできんの？これ YouTube にアップしとくから。ありがとうね。あ、くだらねえからよ。匿名の掲示板でガタ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 書いてるよ、この野郎。いいえ。どれさん、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。アイテム。ん？これダウンロードどうやってやるんだ？おはよう、にゃこ。ハートありがとう。これセンサーあるよね。ダウンロードできたかな？うん。あ、くだらねえからよ。匿名の掲示板でガタ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 書いてるよ。できた。どれさん、あいつ絶対統合失調症なんてねえよな。アイテムください。てめえ、2チャンネルかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか？アイテムください。雑談タヌキなんか見るわけねえだろ、この野郎。花火欲しいな。見ねえよ、2チャンネルなんかよ。誰か、ごめん、花火くんね。はい、NG です。おめえみてえな話のわかんないやつは NG だ、バカ野郎。オッケーオッケー。偉そうなこと言ってるから NG です。花火投げろよ。ちょっと待ってね、久さん。花火くれないんだったらちょっと枠閉じてもいい？偉そうなこと言ってるから NG です。ほら、うなちゃんまんこは配信者ではないと思ってる。プロリスが面白いことやってるっていうリスナー側の上の方にいる感じだと思う。偉そうなこと言ってるから NG です。お前うるさい、気持ち悪い。はい、 NG です。初コメありがとう。くだらねえからアイテム投げてから文句言え。詐欺師とか言う前に花火の一つぐらい投げろよ、この野郎。気持ち悪いんだし。今その話関係ないでしょ、きなぶた。アイテムください。ムンちゃんはもう昨日警察に突き出したから。アイテムください。今刑務所だよ。あいつはもう警察に昨日突き出したから。アイテムください。犯罪者は。アイテムください。犯罪者は警察に突き出した。うぜえよてめえ、いい加減しろよ。殺すぞマジてめえ。あ、炎上見たい人アイテムお願いします。どんだけ貧乏だよお前ら。花火3発ぐらい、花火3発ぐらい、花火3発ぐらいちょうだい。貧乏すぎて話になんねえ。3000も出せねえのか。すごいよね、センスいいよね。ありがとう、うなちゃんまんこ。これあのアップロードしておきます、 YouTube の方に。ありがとう。よいしょ。どこだっけな。ちょっと待って、面白いよね。これでドライブすると気分上がるよね。ありがとう、うなちゃんまんこ。ですね
この三脚がおすすめ。三脚っていうか一脚っていうやつなんだけど、一本足三脚っていう、メーカーはね、ベルボンっていうところですね。ベルボン、ベルボンの、なんだろうこれ、ポールパッドビデオかな、ポールパッドビデオかな、ベルボンで、これ一本足三脚なんでいいかっていうと、あの場所を取らなくていいんだよ。要は接地面がこういう風にスタンドになるんで、ここの幅があれば足こういう狭いところにも組ませられるっていうか。で、8メーターぐらい、8メーターじゃない、どれくらいなんだっけなこれ。ちょっと待って。あの1メーター80ぐらいまで伸びるから、これ、これね、相当伸びるから。だからマイクスタンドみたいに使える感じだね。そう、ベルボンの一本足三脚。一本足三脚っていうジャンルで選ぶといいよ。一脚、一脚っていうやつに、あの下に三脚がついてるタイプ、マイクスタンドみたいなタイプ、ベルボンから出てる。これはでも高いよ、これセット、これセットでいくらだったっけな、これいくらだっけな、1万8000円もあれば買えるかな、一発ぐらいかなこれ、一発ぐらいかな。これが一番いい。うなちゃんマンコフォローしてあげてみんな。ああ、ありがとうありがとう。気分でいいよ。気分でいいよ全然。そうそう。強制はしないからアイテム。お気持ちいただけると嬉しいです。曲名は精神異常なゼミナル。OK。コピーしとくわ。精神異常なゼミナルっていう曲ね。OK。OK。これでアップしとくよ、じゃあ。で、うなちゃんまんこのふわっちの URL 貼っとけばいいの？プロフィールページの。それのツイッターがいいの？どこに誘導すればいいの？あの、宣伝したいアカウント？おい、あや、ハート3個ありがとう。何がいいのか選んどいてね。これで合ってる？これか。OK。ふわっちの、やつね。OK、OK。OK。配信アカ。これね。これね。これを。これじゃあ宣伝しとくよ。OK。バーガー5個ありがとう。アイテムありがとう。うん、今 YouTube にアップしたから。もうちょいしたら多分終わると思うよ。おい、たまや。あや、花火ありがとう。ありがとう。サンキュー。花火ありがとね。あやちゃんはどっから来たの？あやちゃんは最近リスナーさんになってくれた人かな。ありがとね。ありがとう。
潜ってたんだ。ありがとう、来てくれて。おはよう、セナさん。クマロンさん、バーガー5個ありがとう。いや、仕事、まだ契約の段階に至ってなくて、多分今日サインアップだと思うんだけど、うん。なるべくね、みんなも聞きたいでしょ、俺の契約内容。はい、ガッタカだ。風船50個ありがとう。はい、ゴッタカだ、バーガーありがとう。ゴッタカだ、花火ありがとう。ガッタカだ、ありがとう。ありがとうね、ゴッタカだ。うん。ゴッタカだ、花火ありがとう。花火2発目ありがとう、ゴッタカだ。はい、ゴッタカだ、2発目ありがとう。センキュー。はい、あやちゃん、花火2発目ありがとう。あやちゃん、ありがとう。サンキュー。うん。いいね。どうなるんだろうね。契約内容。ん？使うと配信サイトから3社来てたの。うちのサイトで契約結んでくれませんかって。いや、プロ配信者として認めてもらったんだよ。で、1社今日話詰めてこようと思って。うん。そこは条件いいよ。びっくりするよ、みんな。ただまあ、多分ね、契約内容までは公開できないと思うけどね。理解のある配信サイトだったら、あ、いいっすよ、みたいな。もうそれネタにしたいんでしょって言ってくれるかもしんないけど。うん、いやー、よかったよ。俺配信続けてて、ほんとよかったよ。苦しかったよ。マジで引退しようと思ったかんね。何回やめようと思ったか。ありがとう、あやちゃん、三発目ありがとう。あやちゃん、ありがとう。いや、苦しかったぜ。あやちゃん、ありがとうね。そうそう、某配信サイトでも配信してくれる。だから、俺がいきなり聞いたことない配信サイトで配信始めたら、ここかってなる。うい、コリンセイ、ありがとう。風船50個ありがとう。いや、ニコ生には世話になったよ。うん。ニコ生で配信のすべてのノウハウを教わったから、俺は。ニコ生にはいつか恩返ししたいな。あそこの上、天狗だから嫌なんだけどね。だけど、その新しいサイトは多分ね、来るよ。うん。多分なんだけど。超有名 YouTuber が多分やるから。多分、俺の予想。笑うよ、みんな。ドッカン来るよ。YouTube の層、キッズたちが来るから、客層変わるよ、そこ。マジで本気だから。うん。マジで本気だから。うん。ってなるよ。普通の配信者一人もいないよ。なぜか俺が選ばれたんだよね。なんで俺なんだろうって。無料なのか有料なのか、そこも話してくる。びっくりするよ、多分。って。おすすめ欄に和道とそいつ並ぶのみたいな。うん。あ、わかんない。その辺も打ち合わせてくる。多分スマホだと思う。うん。まあ、簡単に言うと、某海外のサイトあるじゃん。某海外のサイトでシェアナンバーワン取ってるんだけど、日本法人が立ち上がるって感じだ。いや、下ネタ禁止とかその規約版とかも今日読むから。お、キューピーさんおはようございます。キューピーさんおはようございます。キューピーさんおかげさまで別の配信サイトからスカウト来たんですよ。で、今日サイン書こうと思ってて。ありがとうございます、皆さん。ふわっち最初 PC 書き込みできなくて見れなかった。うん。公表はね、いや、要は今日サインするときに、俺が運営さんと話してくるから。多分社長と話すると思うんだけど、その時に聞く。話していいかっていう。要はもう広めるからって。俺そこのサイト広めるけど、要はみんなが知りたいのはリアルな話じゃん。だから俺の契約内容をペラってもいいかどうか聞く。
で、ダメって言われたら、話さない。うん。多分ね、機密保持契約書書くんだよ、こういう時って。いや、ね、相当力のある人たち呼んでるし、多分革命起きると思ってる、俺は。また流れがガラッと変わると思うよ。また流れ変わると思ってる。うん。そっからだよな。どうやって弾みつけるかどうかだよな。いや、楽しみだよ。まあ、話せなかったら話せなかったでさ。まあ、オフ会の時とかで聞いてよ。オフレコ。オフ会の時に聞いてください。うん。あの話聞かせてって。ふわっちの率は減るでしょ、そりゃ。今 100% でやってんだもん。ふわっちの率は減るよ。ただ約束するよ。メインサイトはふわっちだから。俺がふわっちを裏切ることはないよ。なんか多分ね、そこの配信やるときだけ企画を持ってこうと思ってるね。ゲームなのか何なのか。そこでしか見れないやつをやろうと思ってる。そこでしか見れないやつね。うん、お、みんな。みんな頼むわ。これいいねボタン押してください。みんなここ YouTube ちょっとポチってきて、いいねボタン押してください。いいねボタンよろしくお願いします。この動画いいねボタン押しまくってきてください。ポチっていいね押してきて。ゲームね、ゲーム YouTube ライブでやろうと思ってんだよね。ゲーム配信アップロード完了したんで。おっしゃー、サンキュー。ありがとう。ポチってきてください、皆さん。いいねボタン押して。バットボタンは絶対押すなよ。うん、バットボタン押すなよ。いいねボタン押せよ。うんうん、いいね。みんな、いいね7個ありがとう。コメントもありがとう。コメントもありがとう。コメントありがとう。コメントといいねボタン押してきて。コメント何でもいいよ。コメントか、コメントも書いてくれると嬉しい。うん。ありがとう。いいねボタンありがとう。うん。いいねボタンよろしく。バットボタン押すなよ！誰だよ、バットボタン押したやつ。誰だよ、バットボタン押したやつよ！バットボタン押すなっつってんだろうがよ。いいねボタン押せっつったんで、誰だよ、バットボタン2つ押したやつよ。誰だよ、バット4つ押したやつよ！いいねを押せっつってんで、いいねを。バットボタン押してるやつ誰だよ、バットボタンをよ。ふざけんな、バット押すなよ。誰だ、バット6になってんだろうがよ。いいねを押せっつってんの、いいねを。バット押すな。おい、誰だよ、バット押してるやつ。ふざけんなよ、ほんとに。しょうもねえ。クズだな。クズ。うん。クズだよ、クズ。誰だよ、バット押してんの。ふざけんな、おい、バットボタン13発も押してんじゃねえよ。誰だよ、誰だよ、バット押してんの。さっきまでいいね11だったのに誰だよ、バットに切り替えたの。もうしょうもねえな、お前ら。ほんとにしょうもねえわ。しょうもない。バットボタン押すな。へこむんだよ、あれ。バットボタン押すなよ。マジでバットボタンいらねえんだけど、この機能。うん、いいねボタン押してほしいですね。へこむんすよ。自分の動画がバットだらけになってんの。おー、あー、ふざけんなよ、お前。バット23ってどういうことだよ、お前。誰だよ、バット23人よ。名乗り出ろ。おい。誰だよ。アンチコメも書くなよ。ふざけんなよ、ほんとに。振りじゃねえから。振りじゃねえから。なんなんだよ、この団結力。あ、もうこいつらはもう信用できねえわ。いや、ひどすぎる、本当に。うん、この一瞬でこうなった、あ、カメラが死んだ。ちょっと待って。もうこの一瞬でこれだからね、お前ら。
この一瞬でこれだから。16対26。16対26。もうバット26ついちゃったから。バット押すなっつってんの。で、更新するともう28だから。もうしょうもないわ。誰が押したかわかんないの。これ匿名なの、この機能だけは。この機能匿名なの。ふざけんなよ、本当に。アキラさんおはよう。潜ってるアンチの数？まあ、しょうがねえか。腹立つわ、本当に。バット押さないでください。バット34だ、もう止まんねえわ。いいや。もう言うのやめる。言うだけ無駄。言うだけ無駄。もう本当に。まあ、しょうがないな、ね。しょうがない、もう。いや、へこむっしょ。なんでバットボタン押されなきゃいけねえんだよな。おはよう。なんか、ロハコさん今日解放と心霊配信やるんでしょ？今日心霊配信やるんでしょ？いや、バット押されると収入が減る。要は、割合が減るの。バットを押せば押すほど、結構有名な話だよ。バットを押せば押すほど広告費用対効果が悪くなる。いなち、ハートありがとう。あ、ダメだ。この動画もう死んだわ。バットの割合が半端じゃなく増えた。もう、全然稼げない。まあいいや。中西マンと海宝さん。あ、Google ログインしといてよ、シムさん。YouTube もチャンネル登録しといて。ありがとう。いいね押してくれた17人ありがとうね。38人のバットボタン押したやつも本当に許さねえから。許さねえから、マジで。おはよう、ブルーさん。バカありがとう、ラッキーさん。Google アカウントで全然見れるよ。Google アカウントで見れる。キノコさん、フォローありがとう。支度してくる？いってら。頑張ってね。いや、バットの割合の話。いや、何でも喋っちゃうんだよね。何でも喋っちゃう。作って Google アカウントで、そしたらチャンネル登録できる。お、いいね、いいねボタン増えてる。いいね、いいね、いいねボタンガンガン押して。いいね、朝から新曲を動画アップロードしたんだけど、そしたらバットボタン押されまくってんだよね。おい、いってらっしゃい、リズ。頑張ってね。お仕事頑張ってて。応援してるよ。おっしゃー、さくらんぼ、ありがとう。みんなでガンガンいいねボタン押してください。よろしくでーす。いや、なんでもシェアの時代だからね。拡散するのが俺の役割だから、知ってる情報。そうなんだよね。はい、風船ありがとう。アキラさん、風船ありがとう。サンキュー。おはよう。ギボマダオさん、おはようございます。アンチが頑張っちゃってるよ。新曲できたら作って。これはね、ホイミスライムだね。これはライアンって言ってドラクエ4の時に仲間になるキャラクターで、僕悪いスライムじゃないよって、連れてってよって、仲間に入れてよっていう、回復魔法が使えるホイミスライム。キングスライムとスライムも持ってるけど、
ホイミンが一番出来がいいね。かわいい。いや、キッズいらないでしょ。キッズはいいよ、もう。そうそう、HP 回復すんの。HP 回復。ホイミスライム、見た目はね、弱い。嘘、スライムの。スライム、ドラクエのキャラクター、やっぱ鳥山明って天才だよね。思う。本当にキャラデザインいい。鳥山明天才だよな。しかもさ、昔のぬいぐるみよりも精度が上がっててさ、なんか、その、裁縫の技術っていうのかな。立体感があるよね。最近のぬいぐるみって。俺、昔のでもぬいぐるみ好きなんだよ。ドラゴンボールのさ、こんくらいのさ、ワッペンみたいなさ、いっぱいあったじゃん。あられちゃんとか。昔の UFO キャッチャーのこんくらいのぬいぐるみ知ってる？みんな。あの雑な感じのやつ。あれが良かったんだけどね。あれを今欲しいもん、全部。ねえ、沙織ちゃんいらっしゃい。デフォルメの天才だよね。メタルスライムが死ににくいっていうか、素早くて死ににくいやつね。メタスラ。はぐれメタルとかね。うなちゃんマンゴの曲、いい曲いっぱいあるからさ、なんか作ればいいのに。それこそ YouTube にチャンネルアカウントとか作ったら、小遣い毎月入ってきそうだけどね。あ、そうなんだ。おなつさんね、文鳥って言って、釈迦。文鳥だね。出してもらえるよ。釈迦、おいで。おいで、さあ。はい、おいで。おいで。文鳥の釈迦です。どうなんだろうね。まあ配信サイトがどこになろうが、リスナーさんはいなくならないし。分散してるだけだからね。かわいいでしょ。わからない。かわいいでしょ。スズメくらいの大きさだね。シャカ、うん。シャカ、うん。こっちおいで。シャカ、シャカ。シャカおいで。そうそう、手に乗るよ。おいで、シャカ。シャカ。今甘えてる。ぐじゅぐじゅって言ってるの甘えてる声ね。こうキッキッキッって、ぐじゅぐじゅって言って。これは嬉しい嬉しいって。甘えてる。懐いてるよ。だってもう3年も一緒だもんな。なあ、一緒に寝るもんな。かわいいでしょ？こっちはシャ。シャカ。シャカこっち。よし、いい子。こっちはシャ。シャカ。シャカ。こっち。シャカ。こっち。ほい、おいで。シャカ。おいで。シャカ。ほい、こっちおいで。あれ、言うこと聞かない。噛むよ。ほい、いい子。シャカいい子。いい子だね。最初はもう、あの、肉引きちぎったりすることはないけど、ちょっとあざが残るぐらい強く噛んでたの。で、大喧嘩して、それから加減を覚えたかな。子供の頃強かった。かわいいでしょ。文鳥。インコじゃないよ。文鳥ね。メスだよ。盛りがついちゃってて、今。かわいいでしょ。文鳥。モフモフだよ。シャカかわいいでしょ。シャカ、シャカ、うん、いい子だよ。
ね。音源か。要は俺の肉を食いちぎろうとしたんだよね。天使だよ、天使。ありがとう。綺麗にしてくれんの。これがみんなが言ってるシャカシャカって言ってるやつ。え、DM？ 最新曲あんの？最新曲。最新曲聞いてみようか。うわ、逃げた。最新曲聞いてみる。よいしょ。最新曲。受けるかどうかわかんない。誰の曲なの？最新曲は。誰の曲？これ今作ったばかりだよね。雑だよ。これは雑だって。これはいくらなんでもな、なあ、デモだよね。デモテープだよこれ。まあ悪くないけど、メッセージが一貫性してるもん。YouTube フォローありがとう。雑だってうのちゃんまんこさ、うん、もうちょっとあなたの売りクオリティの高さなんだから、もうちょっと頑張りなさいよ、うん、まあ骨格は完璧だよね。骨格は完璧にできてるよね。あっていうか意外と仏教好きなんだよね、うなちゃんまんこ。初めて使ったソフトなんだ。前使ってるソフトでいいじゃん。あれそうなんだっけ、意思の卓球じゃなくて、なんだっけ、ただのな散歩か。ただの散歩を超えたいんでしょ、うなちゃんまんこは。じゃあ、2時間経過したので、アイテムこじらせてください。2分間音楽流しますので、お気持ちでアイテムいただけると嬉しいです。アイテムタイムスタートです。アイテムよろしくお願いします。はい、クマロウさん、バーガー3個ありがとう。クマロウさんありがとう。サンキュー。風船1個からで構わないんでね。ロホさん、風船3個ありがとう。ロホコさん、ありがとうね。今日頑張ってね、心霊配信。レクシー、ハートありがとうございます。レクシー、ハートありがとう。ニャコ、風船10個ありがとうございます。ニャコ、風船ありがとう。クミタン、バーガーありがとう。クミタン、バーガーありがとう。ソカスカオスさん、バーガー2個ありがとうございます。匿名さん、匿名さん風船ありがとう。うなちゃんマンコ、風船ありがとう。アイテムありがとう。ありがとうございます。ありがとう。
はい、もかもかさん、バーガーありがとう。あやちゃん、クール花火ありがとう。花火2発ありがとう。クール花火ありがとう、あやちゃん。ありがとうね、たくさん花火くれて。ロードスター、風船10個ありがとう。ありがとうございます。アイテムありがとう、みんな。ありがとう。サンキュー。おい、ラビーおはよう。ラビー45個、風船ありがとう。ニック風船2個ありがとう。みんなアイテムありがとう。Thank you。じゃあ雑談やります。よいしょ。なんかでも前世紀に比べて配信時間がめっぽう減ってるな俺。配信時間が減ってる。ロードスター風船10個ありがとう。ありがとう。どれどれどれ離れないで怒ってんのさ。が怒ってる。また後で遊んであげるよ。また後で遊んであげるね。さあ、また後で。よいしょ。夕方の5時に、夕方の5時か。ピアスがさ、最近またピアスつけ始めたんだけどさ、産むんだよね。もう中学生ぐらいの時につけたピアスなのにさ、みんなもそういうもんなの。ピアスが産むんだよ。まだ穴が塞がんねえのかな。いやもう薬塗るようにしてんだけど。ふわっち初心者リスナー、アイテム投げたらリスナーから叱られたんでへこんでました。よろしくお願いします。なんで？アイテム投げるのはいいことじゃん。よろしく、あや。全然嬉しいよ。ここにはそんな人いないよ。アイテム投げて怒る人なんかいないよ。大丈夫だよ。よろしくね、あやさん。久々につけるとなるんだ。あ、でも薬塗ってから海止まったかな。おはようアンパンマン。あ、海だいぶ減った、いや穴は開いてるんだよ。もう中学生の時のやつだから穴はとっくに開いてんのよ、冬はエシがある。マジでエシすることあんの。嘘。そんなこと言われたの。ひどいね。金属アレルギーではないと思う。久々つけたからかな。何年ぶりかにつけたんだけど。多分それだな。金属アレルギーあんのかな、俺。雑談面白いよね。人間の墓場だから。雑談配信者は人間の墓場。人間やめますかって。人間やめますか。あ、そうなんだ。シルバーじゃないのかもね。俺もそんな気がする。俺もそんな気がする。あ、痛いよね。パリ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 って。
でもちょっと収まってたわ、薬塗ったら。ステロイド軟膏塗ってる。アドさんはどんなお寺が好きですか？お寺、お寺詳しくないですね。でも地元が成田だったんで、成田山で禅寺で修行して座禅組ませてもらったよ、成田山で。だからあそこは真言宗か。ああそうだったんだ、行ってみたかった場所。へえ。ああ旅配信者かなんかかな。うん、っていうか最近ヒカルくんふわっちやってないよね。そういえば言われてみればヒカルくんの枠って全然見なくなったんだけど、ヒカルくんキャス一本なのかな今。ヒカルくんどこ行った？うん、そう、お寺あんま詳しくないっすね。雰囲気は好きだよ寺の。これ真言宗ではないわ。キャスやってる？ヒカルくん。いやもう金欠でさ、沖縄で豪遊しすぎてやばいよ。もう財布の中1000円しか入ってないもん。アイテムダメなら配信者からきちんと言わないと。そうだよね、テロップに書いとけよって感じだよね。残り1020日か、あと10日間か、あと1500円あるね。1500円、やばいよ。1500円で10日過ごさないと。なんか今企画考えてて、リスナーさんから 食材を送ってもらって、でそれでクッキングするっていう枠をやろうかなとか思ってんだけど、どう思う？新企画、リスナーさんから送られてくる食材をクッキングして、過ごすっていう、どうかな、それちょっとやってみようか。なんか海苔がリスナーさんから届いてすげえ美味しかったんだよ、うん、節約だよね、超やべえよ、大ピンチだよ俺、大大大ピンチですよ。楽しいよね絶対ね。だからリスナー一人一品しか送っちゃいけないルール、なんかみんながごちゃごちゃ送ると何でも作れちゃうじゃん。だから一人肉なら肉、野菜なら野菜とか、魚なら魚って限定で送ってくる。一日一回までみたいな。あっこさん、風船、ハートありがとう。そうそう。で、ご飯は、まあ家にあるからご飯は炊いていいっていう。エージェントおはよう。エージェントで合ってるかな、これ。うん。おはよう。それやろうか、じゃあ。ツイッターに告知打っとくか。じゃあツイッターに告知打っとくわ。じゃあ僕はそろそろ休憩を取ります。皆さんありがとうございました。またお疲れ様です。またね。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。